今週も始まりました。お役立ち情報からためになる情報まで、東急グループのさまざまな情報をお届けするウィークリートーク、ご案内させていただきます坂本博子です。早速今週のラインナップ見てまいりましょう。いつの間にか秋の風物詩として定着したハロウィン。ウィークリートピックスのコーナーでは、この10月末に開催されるハロウィンイベントを特集します。ご注目ください。フォーカスインのコーナーでは、先週お送りいたしました東急ポイント東急線沿線のお得な生活を改めてお送りします。109シネマズインフォのコーナーでは、今週も先週末の人気映画ランキングと今週のおすすめをお伝えしてまいります。さあ今日はどんな映画でしょうか。それでは参りましょう。ウィークリートーク。この番組は美しい時代へ、東急グループと、ご覧の各社の提供でお送りいたします。ウィークリートピックスのコーナーです。このコーナーは東急グループの最新情報をはじめ、毎週さまざまなホットトピックスをお届けしてまいります。今週はハロウィン特集。まずはこちらから。渋谷東急フードショーにはハロウィンフードが登場。ビタメールの魔女の帽子をかぶったジャックオーランタンのケーキ、メイドインピエールエルメのハロウィンカラーをまとったメレンゲ、ヨックモックの魔女が描かれたハロウィン限定パッケージのシガールなどなど、かぼちゃやお化け、魔女、黒猫などのモチーフや、オレンジ、紫などのカラーが魅力的なスイーツとデリが目白押しです。おいしそうでかわいいハロウィンフードがたくさんありますね。ぜひ皆さんも渋谷を訪れた際には、渋谷東急フードショーにお立ち寄りください。10月31日までとなります。続いてはこちら。親子でエンジョイハロウィン。10月29日センター南駅付近にある4つの商業施設、江北東急ショッピングセンター、キーサウス、サウスウッド、パインクリエイトにてスタンプラリー親子ハロウィンを開催いたします。10時30分から受付開始。4つの施設のうち、どこからスタートしてもどこでゴールしても大丈夫です。4つの施設すべてを回ってスタンプをゲットすると、先着1500名様にお菓子をプレゼントいたします。ハロウィン仮装の中学生以下のお子様と保護者の方、一緒にご参加ください。また江北東急ショッピングセンター6階ジョイキッズワールドアンファニーでもハロウィンイベントを開催しております。泉南駅横ライブスポットでは、川和高校の吹奏楽部やダンス部の公演も開催いたします。ハロウィン気分を味わえる楽しい企画ですね。10月29日はセンター南へ。続きましてはこちら。二子玉川の3施設合同ハロウィンイベントです。二子玉川ライズショッピングセンター、二子玉川ライズドッグウッドプラザ、玉川高島屋ショッピングセンターは3施設合同で、10月28日と29日に二子玉川ハロウィンパーティー2023を開催いたします。今年は不思議な世界にようこそというサブタイトルのもと、不思議な世界の入り口で写真を撮ることができるフォトブースを配置し、親子で不思議な世界を旅するスタンプラリーをメインコンテンツとして企画しています。その他、親子で楽しめるワークショップ、体験型のアクティビティ、
キッチンカーも登場し、イベントを盛り上げます。10月28日29日は二子玉川もハロウィン一色ですね。今回は秋の風物詩になったハロウィンのイベントを特集しました。いかがでしたでしょうか。ぜひ月末のお出かけの参考になさってください。以上、ウィークリートピックスでした。 CM の後はフォーカスインです。続きましてはフォーカスインのコーナーです。このコーナーは東急グループのさまざまなサービスやイベント、取り組みなどに焦点を合わせ詳しくお伝えする特集のコーナーです。今回は前回放送いたしました東急ポイントにつきまして改めてお送りいたします。私が取材に行ってまいりました。こちらご覧ください。渋谷ヒカリエにやってきました。今日の使命は東急ポイントを楽しく使って沿線を移動するということなので、早速行ってみましょう。渋谷ヒカリエシンクスに入っているパーツジョイストはシーズン雑貨とファンシー雑貨のセレクトショップです。わー素敵、いろいろなものがありますよ。タオルやハンカチ充実してますね。お、マフラーもありますね、素敵。今年はですね、こちらのような柔らかいお色味のものが人気でございます。お洋服にも合わせやすいお色味ですので、ぜひご覧くださいませ。本当だ、すごく優しい色合いで、このマフラー単体でもすごく華やかなんですけど、いろんな柄に合わせやすそうですね。ファッション選ばずに使えそう。じゃあこれ買います。ありがとうございます。かわいい。これで東急ポイントを貯めてください。はい、かしこまりました。ありがとうございます。東急ポイント加盟店で商品を購入すると、こんな風に東急ポイントを貯めることができるんです。お気に入りの商品を買って東急ポイントも貯められました。では次の場所行ってみましょう。自由が丘にやってきました。目指すは自由が丘商店街。1000店を超えるこちらの商店街でも東急ポイントを使えるお店がたくさんあるんです。行ってきます。こんにちは。こんにちは。いらっしゃいませ。ありがとうございます。こちらすごく可愛いですね。 ありがとうございます。こんなイタリアから入荷したインポートのアイテムなんかもありまして、はい、星の色とスカートの色が一緒で、そうなんですよ、ね、統一感があって可愛い。めちゃくちゃ可愛いと思います、お店のこだわりっていうのはどんなところですか。そうですね、年齢に関係なく、なんかファッションを楽しみたい方、フランスとかイタリアの女性みたいに、なんかいつもこうおしゃれしてる感じを日本女性も味わっていただきたいので、みんなが楽しめるように商品を買い付けて、そこをおすすめです。あ、素敵ですね。はい、これでお会計お願いします。はい、かしこまりました。ちなみにこれで東急ポイント貯まりますか。はい、もちろん貯まります。はい、ではこちらで受けたまわります。実は今使ったのはこちらの東急ポイントカードではなく、こちらのクレジットカードの東急カードなんです。このカードを使えばこちらのお店でも東急ポイントを貯めることができます。二子玉川駅に到着しました。さて皆さん、実は貯まった東急ポイントはこちらのパスモにチャージすることができるんです。無意識に貯まった東急ポイントをパスモにチャージすることができて、とても便利です。109シネマズ二子玉川にやってきました。
こちらでも東急ポイントを貯めることができるんです。東急カードでチケットを購入して東急ポイントを貯めました。では行ってきます。映画を見てお腹が空いてきたので、二子玉川エクセルホテル東急にやってきました。こちらのランチ最高なんですよ。おいしそう。いろいろな食材が使われていて、まずは目で楽しめますね。ウェイターの堀合さんにお越しいただきました。ありがとうございます。はい、ではお魚メイン料理いただきます。すぐにほぐれますね。柔らかそう。うん、このソース美味しいですね。ありがとうございます。白ワインで香り付けをしました、うん、クリームソースを使用しております。さあ、もう一つのメイン、イベリコ豚もいただいてみましょう。脂身が美味しいお肉ではございますが、バーベキューソースがうまくこう脂身を中和して食べやすいソースになりますね。よく考えられているんですね、バランス。ありがとうございます。美味しいです。ごちそうさまでした。東急ポイントで支払いしてもいいですか？お願いします。このように東急ポイントは東急ポイント加盟店でポイントを貯めたり、ポイントを使って支払いすることもできるんです。坂本さん、はい、東急ポイント使いこなしてらっしゃいますね。東急カードの青木です。はじめまして。はじめまして。もう東急ポイントのリポートだって途中で忘れちゃうぐらい楽しんじゃいました。あ、本当ですか、はい、僕も途中で心配になっちゃいました。嘘です。今日お使いいただいたカードはですね、東急ポイントカードと東急カードクレジットカードになるんですけれども、今日はこの東急カードについてご紹介させていただいてもよろしいでしょうか？はい、お願いします。まず二子玉川ライズショッピングセンターでは、東急カードでクレジット決済いただくとご利用金額の 3% ポイントが貯まります。さらに毎月25日は通常 3% のポイント還元率が 5% にアップします。また東急ストアでは毎月19日、29日に東急カードでクレジット決済いただくと、請求時に 5% 分をキャッシュバックする特福感謝デーを実施しています。さらに便利なパスモオートチャージサービスも設定可能で、チャージ金額の最大 2% 分のポイントが貯まります。そんなお得な東急カードですが、創立40周年を記念して新規入会キャンペーンを実施しています。この機会にぜひご入会ご検討ください。すごい、そんなにポイントがつくんですね。皆さんもぜひキャンペーンチェックしてみてください。では私はもっともっとポイントを貯めたいので買い物に行ってきます。いってらっしゃい。はい、いかがでしたでしょうか。東急ポイントのポイントサービスで毎日がお得な生活になる、パスモにチャージできるというのも便利ですよね。もしまだご利用になっていないという方がいらっしゃったら、この機会にぜひご利用になってみてください。かなりお得だということが分かっていただけるのではないでしょうか。東急ポイントがたまるカードの中でも、東急カードではキャンペーン開催中とのことなので、こちらもぜひチェックしてみてください。以上、フォーカスインのコーナーでした。続きましては109シネマズインフォのコーナーです。このコーナーでは109シネマズと横浜ムービルの映画情報をお伝えいたします。こちらご覧ください。109シネマズの最新情報をお届けする109シネマズインフォ。先週末の人気映画ランキングです。デンゼル・ワシントン主演の人気アクションイコライザーシリーズの最新作が第4位。ビートたけしの恋愛小説を二宮和也主演で映画化したアナログが第3位と、
ともに公開と同時にランクイン。トップ2の順位は変わらず、菅田将暉主演のミステリという勿れが公開から4週連続で1位をキープしています。映画を見るならお近くの109シネマズへ。以上、109シネマズインフォのコーナーでした。ウィークリートーク、いかがでしたでしょうか。次回も東急グループのさまざまな情報についてお伝えしてまいります。それでは今日はこの辺で、来週もウィークリートークでお会いしましょう。この番組は美しい時代へ、東急グループとご覧の各社の提供でお送りいたしました。